ます。岡山大学の医学部科学の岩崎と申します。今日は科学の授業を、3人の講師の提案をやることなんですが、私がトップバッターでして、私は有機化学が専門ですので、そういったところの最近の有機化学の発展ということで、ちょっとお話しさせていただければなと思います。で講義を始める前にですね、この講義はもちろん岡山大学の理学部の公開講座でして、それプラスですね、下にちょっと書いてあるんですが、後ろにこの縦看板も書いてありますが、ジャパンプライド国際科学美術財団のとの私の講義だけ共催という形になります。で、なんで看板が理学部公開講座と優しい科学技術セミナーの2つかかっています。で、午後からの講義はまた一つだけの看板に戻ります。で、あとそれと先ほどもご説明ありましたが、記録のためにですね、私の講義だけビデオを撮影しようと思っています。で、もし都合が悪いという方がいらっしゃったら教えていただき、皆様が映ることはまずないとは思うんですが、よろしいでしょうか。ご了承いただいたということで、はい、じゃあ始めさせていただきます。それでですね、科学って一言で言いましてもたくさんの分野がございます。で、物質科学、今日の公開講座のタイトルであります物質科学っていうのは何かというと、物質を扱うサイエンスですね。我々の身の回りにはたくさんの物質がありまして、それをいかに利用して、我々の暮らしを豊かにするかというのが、科学の、使命でありますけど、物質科学といったらいわゆるケミストリーですね、科学のことかと思います。で、それには何があるかといいますと、大きく分けて新たな物質を作ると、合成するという部分がありまして、また合成した物質を調べるその特性ですね、いろんな測定装置を使ってどんな性質があるんだろうなというのを見るというのもあります。で、その調べた結果、これには面白い性質がありそうだな、じゃあこれはどんなものに役立てるかなということで利用をするというものがあります。なんで、この3つの領域があって、それぞれ相互に密接に関わり合っているということですね。で、それぞれ大きく平たく言いますとですね、物質を作る分野がですね、有機化学ですね、オーガニックケミストリーの分野かと思います。で、調べる部分、これは物理科学の部分ではないかと思います。で、また利用する、今日話ありますと、ありますか、無機化学とか、そういった分析化とか、そういった分野になるかなと思います。でですね、この3つの分野を今日は、それぞれ3人の講師によって、話そうと思います。で、私は、有機化学が専門ですけど、その中でも有機金属化学という研究を行っています。有機化学の中にもいっぱいいろんな研究分野がありまして、特に私はこの有機金属化学というものを研究しています。後ほど有機金属化学についてはちょっと詳しく説明させていただきたいと思います。で、他に今日は2人目の先生ですね、丹先生がレーザー分光に関するお話があって、最後鈴木先生によって線維金属錯体がどんな性質が光ったりとか、いろんな面白い性質があるよということをお話しいただけるかと思います。じゃあ、私のこの欲しいものだけを作る有機金属化学、このお話をできればなと思います。で、今日のメニューですね、今日は、どんな話をするかといいますと、まず有機金属化学とは何ですかということですね。有機化学というのも、もしかしたらピンと来てない方がいらっしゃるかもしれないですけど、そのお話をちょっとさせていただいて、で、その後ですね、先ほど吉野先生のお話にもありましたけど、もしくはノーベル賞の発表のですね、で、最近の有機化学の進歩についてご説明するときに何を話そうかなと思ったときに、やっぱりこのノーベル賞、ノーベル化学賞の中の私が関連する分野の、話を簡単に説明するのがいいだろうと思いまして、本日は、いくつかのトピックスを紹介しようと思います。まず一つ目は1963年、もうだいぶ昔ですけど、15触媒、チグラー型触媒というお話をさせていただきます。
で2つ目は、ペロセンという化合物ですね。これの発見についてのお話で、3つ目は、触媒による不整合性ですね。この青で書いた野依先生、野依良治先生は日本人の方ですね。日本人のご受賞です。で、2005年にメタ性質反応、結合の交換反応というものがありまして、5つ目が、これが一番新しいやつですけど、2010年、今からもう6年前ですか、プラジウムを用いるクロスカップリング反応の開発ということで、皆さんご記憶があるかなと思いますが、日本人としてネギス先生と鈴木先生がご受賞されましたよという話をしました。で、こうパッと見ただけでもですね、この有機金属化学の受賞の中にはですね、3人もの日本人の受賞者がいるということから、日本が強い分野ではないかなと私は思っています。なので、いろんな分野ありまして、その中でもよく頻繁にノーベル賞を取っている分野ではないかなと思っています。それでは実際の話に入ります。有機金属化学とはなんですけど、定義を申しますとですね、金属炭素結合を持った化合物を対象とする化学です。対象とする有機化学ですね。で、まず有機化学とは何かなんですが、いろんな分野には先ほどもお示ししましたけど、無機化学とか分析化学とか物理化学とか、化学の中にもいろんな分野があるんですけど、有機化学っていうのは何かと申しますと、皆さん周期表を頭に思い浮かべてもらいまして、そうするとめちゃくちゃたくさんの元素ありますね。で、私も、中学生の時かな、水、平、B、B って覚えて、カリウムぐらいまでは今でもちゃんと言えるんですけど、でもめちゃくちゃたくさんあるんです。それも100個以上ね。で、また新しい元素がどんどん発見されてるんですけど、あん中のうちの有機化学で使うのはほとんど炭素、水素、この2つなんですね。なんでめちゃくちゃシンプルな分野というか、ほとんど炭素、ほとんど水素で、時々酸素、時々窒素、時々もっと時々硫黄とか、もっと時々ハロゲンとか、そんな程度ですね。なんでほとんど炭素と水素の化学、この炭素と炭素、炭素と水素をどうくっつけるか、どう組み合わせるかっていうのが有機化学かと思います。で、その分野の中でも有機金属化学っていうのは、炭素と金属の結合を持った化合物を扱う分野ですよ。それでですね、金属っていうと、それはどっちかというと無機化学ですよね。なんかで、金属元素もたくさんありまして、さっき大きくありましたけど、この化学の分野を有機化学と無機化学に二分しますとですね、有機化学というのはその炭素と水素なんかを扱う、無機化学といったら金属元素を扱うわけですね。この有機金属化学というのは、その炭素と金属結合をの持つ化合物を扱うので、この境界領域になるかと思います。配位化学でありますとか有機金属化学、この辺の分野に当たるかと思います。中間領域ですね。で、もちろん有機化学、無機化学というのは昔から非常に古い歴史があります。で、その中でもですね、炭素と金属結合というのは比較的不安定な化学種になります。なのでですね、その扱い方っていうのは最近まであまりよく分かってなかったということで、この分野が発展してきたのはですね、20世紀後半になってから結構最近なんですね、有機金属化学って。で、もちろんそんな不安定な化学種っていうのは天然にはほとんど存在しません。で、全て人工的に作り出すものが有機金属化学なんですけど、ビタミン B12 なんか、ポルフィリンのコバルト酸体みたいなものは天然には少しありますけど、それ以外はほとんど人工物が有機金属化合物ということになります。で、有機金属化学っていうのはじゃあどういうところに貢献できてますかということですけど、ちょっと難しい単語が並んでますけど、均一系の錯体触媒反応、何かその金属の触媒を少し入れるだけでうまく反応が加速しますよというようなものであったりとか、錯体化学、今日の3人目の先生、鈴木先生がこの辺のお話されるかと思いますけど、あとは有機合成化学、
その有機化合物を作るのに有機金属化学種が利用できるよと、こういった分野に、貢献することができます。で、特にですね、有機合成化学、ものづくりの分野にどういうふうに関わっているかといいますとですね、まあ、有機合成化学の最終的な目標は何か新しい化合物をいかに合成するかというところかと思いますが、そのためにはそれを作るための反応を見つける必要があります。こんな反応を開発すれば望みの分子ができるんだろうという反応開発で、その後にそれが新しい合成手段になって、それで目的の化合物を作ることができるよということですね。で、有機金属化学っていうのはその金属触媒、金属原子の動き、素反応の開拓とか探索を行うことでですね、その新反応をいかに開発するかというところにまず貢献することができます。またその金属の動き、反応機構ですね、それを調べることでまた新しい合成手段の開発にもつながるかと思います。で、まあ、こういった有機合成と非常に密接に関わり合って有機金属化学っていうのは発展してきました。でですね、次に周期表をお示しします。で、まあ、さっきも言ったように有機化学っていうのは、まあ、ほとんど炭素と水素の化合物を扱う分野ですよということですけど、その他に金属元素がたくさんあります。この辺、これ典型金属ですね。リチウム、ナトリウム、マグネシウム、カリウム、カルシウムなんか多分聞いたことあるかと思いますけど、それ以外にもですね、この辺の緑の枠でくくったもの、これ、繊維金属化学、繊維金属と言います。金属の中にも典型金属というものと繊維金属と、その2つがあるんですね。で、こちらにも少し典型金属がありまして、よく触媒として使われるのはこの繊維金属の方なんですね。で、繊維金属の中にももうちょっと分類があって、前半の方を前周期の繊維金属、後半の方を後周期の繊維金属と呼んだりです。それぞれ少しずつ反応性が違います。前周期でありますと酸素との親和性が高くなったりとかですね、周期表上の方に行くと反応性が高まる、暴れん坊ですよ。下の方に行くと落ち着いたおとなしい性質になりますよ。まあ、それぞれ、いろんな性質がそれぞれの金属にはあるんですけど、まあ、こういったものを使って、使った分野が有機金属化学ですよということです。で、まず有機金属化学の歴史です。それはですね、結構新しいよというお話をしましたが、一番最初の有機金属化学というのは1827年、ザイゼンというものの発見から始まります。で、1827年といったらそれほど昔じゃないですね。その有機化学とか無機化学が誕生したことから比べますと、そんなに昔じゃない、このくらいから始まりました。で、その後に、まあ、いろんな歴史があって、今日はそれぞれ全てご説明することはできませんが、まあ、最初の、まあ、エポックメイキングな発見としまして、グリニアールシア、グリニアール反応剤ですね、グリニアール反応剤の発見などがございます。じゃあ少しこの緑でくった枠のところをちょっと詳しく見ていきたいと思っています。で、まず一番最初に発見された有機金属化合物、何かと申しますと PT、 白金です。白金ですね。これが一番最初の有機金属化合物で、デンマークの薬剤師のサイゼさんがエタノールと塩化白金酸塩から合成しました。どんなものかと言いますと、こういった構造です。白金とエチレンが相互作用している、有機化合物と金属が相互作用するような、この構造が一番最初の、有機金属化合物と言われています。でもですね、一番最初に定義をお話ししましたけど、炭素と金属の結合を持つものが有機金属化合物です。私申し上げます。これ見ますとですね、これ結合といっても配位結合なんですね。優しくそれぞれ相互作用しているというような結合の、なんていうかものなのでですね、はっきりした結合ではないんで、まあ、これはちょっと、まあ、怪しいところといいますか、でも、まあ、今のところ有機金属化学の分野ではこれが一番最初の有機金属化学種と言われています。で、この当時1827年見つかった当時はどういったことがあったかといいますと、ウェラーによって尿素を合成することに成功します。尿素合成というのは歴史的に非常に意味がありまして、それぞれその
それまでですね、有機化合物っていうのは人工的に化学者が作ることは、できないと思われますね。それぞれなんか植物とかが作ったものを抽出して取ってくるとか、そういったことだったんですけど、ウェラーは、無機物から、人工的に有機物、つまり尿素ですね、を合成することに成功して、まあ、ここから花々しく有機合成化学が、研究が盛んになっていくということです。で、1828年、だいぶ経ってからですね、その30年、40年後ぐらいに、ようやくメンデレーフによって先ほどお示しした周期表が提案されます。で、周期表というのは非常によくできてまして、どうやら金属を順番に並べていくと周期的に同じような性質が出てくるよというのが周期表なんですけど、それ、まあ、我々がもう普通に使っているその周期表ができたのが1869年で、最初の有機金属化合物が見つかったのは1820年、だいぶ昔になるということです。でですね、まあ、これ最初サイゼが見つけた時にですね、まあ、こういった化合物安定、それほどまあ安定ではないんですけど、これが取ってこれるよということに、まあ、非常に疑問ピンピンと思って、まあ、こんな化合物本当に取れるのか、そんなの嘘だというふうに最初は攻撃を受けたんですけど、まあ、もちろんこのしっかりアイデンティファイできてまして、これは、間違いなく動いていた構造だということも今のところ分かっています。で、まあ、これがなんかちょっと反則的な有機金属化合物ですけど、はっきりこれは間違いないっていうのが次のグリーンアーム反応ですね。これは1912年にノーベル化学賞を受賞している研究ですけど、どういったものかといいますと、まあ、簡単にしかご説明しませんが、炭素、これがグリーンアーム反応だというものでして、炭素と R っていうのは、炭化水素基ですね。炭素とマグネシウム金属の結合を持つ化学種、これが非常に反応性が高くてですね、カボニル化合物と呼ばれるこういった CO のモエティ、あるいは CN ニトリルのモエティを持っている化合物と速やかに反応して対応する炭素炭素結合が構築できるよと。で、これは1912年にノーベル賞を取った反応ですけど、今でもよく使っています。私もよく使ってまして、非常に優れた合成法でして、まず何か作ろう、炭素炭素結合を作ろうというときはファーストチョイスの反応ではないか、アルコールなんかを作るときにはもう非常に有効な手法です。で、まあ、反応性が高いこういった種をハロゲン化物とマグネシウムを混ぜて調整した後ですね、カルボニル化合物との反応を行う、ケトンとかエステルというものですけど、それと反応させますと速やかにR3 のグループがこのピンクの R1、R2 というところにくっつきまして、最終的にアルコールができるよという反応になります。これはですね、有機典型金属、マグネシウムが典型金属なんで、典型金属化学のお話ですよということです。でですね、次が、もうちょっと歴史が最近になりまして、次に話すのは1951年フェロセンの発見になります。で、その後1953年チグラ触媒が見つかりますよと。で、ざーっといろんな研究が発展してきまして、1964年にグレフィンメタセシス反応が発見されます。で、この3つは全てノーベル化学賞を受賞した反応になります。じゃあ、いよいよちょっとそのノーベル化学賞どんなものが受賞してきたかというのをお話しさせていく。まずフェロセンという化合物ですね。フェロセンの発見で、まず1951年、ポーソンらによってですね、こういったシクロペンタジエニル基と鉄が結合を持った化合物が取れましたという報告がネイチャーという雑誌に載りました。で、それが非常に安定な化合物として取れたんですね。先ほども言いましたけど、炭素金属結合化合物を持つ化学種は非常に反応性が高いと言いましたが、裏を返すとそれは安定性が低いということなんですね。なので扱う分にはそれほど簡単ではないんですが、この化合物、新しく見つかった化合物っていうのは非常に安定な化学種で、その構造はこういったものですよという提案がなされました。その同定ポーションはどうしたかというと、元素分析という手法を用いて同定しました。
で元素分析っていうのは何かと言いますと、有機物っていうのはほとんど炭素と水素でできていますという話しましたが、この取れた化合物を燃やします。そうすると炭素っていうのは、酸化されて CO2 二酸化炭素になります。一方で水素は燃やすと水になります、 H2O。 でその CO2 と水、二酸化炭素と水ができた量を測って、この化合物には何パーセントの炭素、何パーセントの水素が入っているかというのが分かりますので、その化合物の組成が分かるということです。その組成から考えると、これはこの誤飲管を持つシクロペンタジエネルギーというものが2つあって、それに鉄が1個ついている形ですよということが分かりますよと。で、じゃあそれをどう組み合わせるかというときに、ポーソンはこういう構造を提案したんですね。でもですね、まあそれまでですね、その有機金属化合物っていうのは非常に不安定だということがあったんで、ウィルキンソンっていう先生によって、この構造はちょっと違うんじゃないかなということが言われます。で、ウィルキンソンは、同じようにポーソンの実験を追試しまして、これを取ってきましてですね、そのいろんな測定によって、この構造が違うということを報告しております。当時最先端、NMR とか IR という測定機器がありますけど、今でも使っていますが、そういったものを最先端の機器を使って解析します。先ほどペロセンという化合物を解析しますと、これさっきとは違ってですね、この五因管五角形が鉄の上下にこうサンドイッチされているような、面と面で鉄をこう挟んでいるような構造に見えるかなと思うんですが、それ先ほどの構造ちょっと違うんですね。これはここの炭素と鉄が相互作用しているだけなんですけど、ウィルキンソンが提案したのは、全て等間隔、全ての角と鉄が等間隔にあるというこういった構造を提案されます。でこれはもう まず間違いなくそうだろうと、全ての水素炭素っていうのは同じ環境にあるということが分かりまして、この発見によってノーベル賞を受賞すること。でその後ですね、中心金属、鉄以外にもですね、ルテニウムとかコバルト、ニッケルなんかの化学化学物に使いまして、ルテノ線、コバルト線、ニッケロ線という化合物も見つかりました。でこの功績によってですね、ウィルキンソン、フィッシャーらは、ノーベル化学賞を受賞することになります。でですね、フィッシャーも当時同じようにウィルキンソンと一緒にさっきのペロ線の同定について、研究しておりまして、同時期にね、その構造がもうサンドイッチ構造だよということを見つけました。でこのサンドイッチ構造を持つ有機金属化合物の研究の功績によってノーベル化学賞を受賞することになります。でそれでですね、当時ウィルキンソンが報告した時はですね、先ほどお示ししました鉄をこの五因管と五因管でサンドイッチしたような、これをサンドイッチ型というふうな形で報告しました。で一方でフィッシャーはどう報告したか、それを遅れること2年ですけど、二重塩水型、その構造から二重塩水型、上から下から塩水が2つですね、頂点を真ん中に向けて鉄の方向に向けて、した形が二重塩水に見えるということでずっと名前を付けましたが、結局やっぱり、先に報告したサンドイッチ構造を持つ有機金属化合物ということで、もうさっきはサンドイッチという言葉で定着しております。これが、フェロセンの発見になります。で、少し歴史が遡りまして、1963年のノーベル化学賞の受賞、チブラー先生とナッタ先生。チブラー先生はドイツのマックス・プランク研究所の超一流のところですね。ナッタ先生はイタリアのミヤン工科大学というところでしたけど、何で受賞されたかといいますと、重合体の核、技術部門における発見といいます。で、重合体とは何かということですけど、ポリマーですね。ポリマー、これはね、我々ポリマーって言ったらあんまりピンとこないかもしれないですけど、非常に我々のこう身近にたくさんありまして、例えば、喉が渇いたというときに、ジュースを買うときにペットボトルの中にですね、あれもポリマーなんですね。あとですね、私が供給する服なんかも天然のものじゃなくて人工的なものは、ポリマーになります。
それとか、あと、まあ、机とかですね、これ本物の木じゃ多分ないと思うんですけど、もうこの辺もポリマーでできてますよ。なので、我々の身近に非常にたくさんあるんですね。そのポリマーをがなんであんだけ安く手に入るようになったかというのが、このシグラーナッタ触媒の開発のおかげとなります。で、その触媒っていうのは、そのオレフィン、もともと天然からたくさん取れるエチレンとかプロピレン、こういったものをつなげていって長い鎖にすることでポリマーっていうのはできていきますよというわけです。で、それぞれどんなものを、どんな研究をしたかというと、ちょっと専門的な話になりますけど、チグラー先生というのは支援価値団という有機アルミニウム化合物、具体的にはトリエチルアルミニウムという化合物ですけど、その混合触媒によりエチレンを重合することができました。常圧で、それまではかなり高圧で、行わないと重合することができなかったんですけど、この、チタンとアルミニウムの触媒を使うと簡単にポリエチレンができるよと思います。ポリエチレンっていうのももしかしたら聞いたことあるかもしれませんが、ポリっていうのはたくさんなんで、ポリエチレン、たくさんのエチレン、エチレンがたくさんつながったものがポリエチレンなんですね。で、ナッタ先生は何したかというと、三塩化チタンとトリエチルアルミニウムを混ぜた混合触媒によってプロピレンの重合に成功されましたよと思います。ほとんど一緒ですね。支援価値単か酸塩価値単、4か3かの違い、このマイナーチェンジでエチレンかプロピレンかが、きれいに重合することができますよということです。で、このおかげでですね、重合触媒として石油化工業に、多大な功績がありましたと。で、それだけじゃなくて、有機金属化学が盛んになるきっかけとなりました。これは中間体として有機金属化学種が介在しておりますので、その反応軸を調べることでまた新しい反応が見つかるかなということのきっかけにもなります。で、ポリエチレン、ポリエチレンって言いますけど、多分一番よく見るのはどこでかというと、スーパーの買い物袋ですね。あれがポリエチレン製です。で、丸中とか私も行って買い物したらポリエチレンの袋に入れてもらって買うんですけど、皆さんもしかしたらビニール袋とおっしゃられる方がいらっしゃるかもしれないですけど、呼び方は適切ではなくてですね、ビニールっていうのはポリ塩化ビニールのことだと思うんですけど、あれはポリエチレン製なんですね。なんで、ビニール袋ではない、素材が違うんで、あれをビニール袋って言ったら丸中でもらう袋はポリエチレン袋ということなんで、皆さん今日来て素材が分かったと、あれをこれからはビニール袋をくださいじゃなくてポリエチレン製の、ポリエチレン袋をくださいというふうに言って、正しく言葉を使ってくださいと、あんま関係ないと。で、まあ、そういったスーパーの袋とかが、まあ、安く手に入るようになったのも、この素材が簡単に作れるチグラナッタ触媒のが見つかったからですよということですね。で、ポリマー化学の歴史を話さないと、なぜチグラナッタ触媒がそれほどすごいかっていうのは分からないと思うんですけど、1950年代前半までに目覚ましい進歩を遂げてました。ポリマー化学、いろんなポリマーを作る試みがされてました。ただですね、なかなか作れないっていうのが、このエチレンとプロピレンの重合体ですね。このポリマーが作れませんでした。ただですね、このエチレンとプロピレンっていうのは石油から豊富に取ることができます。なので、このたくさん取れるエチレンとプロピレンを使ったポリマーを作れたら、まあ、安くね、そういう袋が作れたりするので、いいのになということだったんですけど、それがうまくいってませんでした。で、エチレンの重合に関しては、まあ、いろんな人が、これはもう絶対やらないといけない研究ということが分かってたんで、いろんな人がやってたんですけど、非常に高温、高圧の条件が必要で、まあ、そうするともちろんコストもかかりますので、安くはどうせできない。で、プロピレンの重合なんかはもう誰もまだ成功していなかったというような状況でありました。それですね、最初にチグラー先生、カール・チグラー先生が、こういったトリエチルアルミとエチレンを混ぜますと、まあ、そのエチレンが、アルミニウムに乗るようなこういった反応を見つけてきましたよと。ただですね、それアルミニウムだけだと副反応なんかが起こるために、あまり長い鎖、材料として理想的な素材にはなりませんよ。
でかつやっぱり温度とか圧力がいったんでちょっと難しいなということだったんですけど、ある日ですね、そのトリエチルアルミという化合物に繊維金属触媒を足してみました。そうするとですね、それぞれそれまでトリエチルアルミだけだったらですね、複雑な混合物が得られてたんですが、ブテンのみが取れてきましたと。お、これはなんかちょっと違うことが起こったねと今まで。で、これは繊維金属が何か影響して、こういった反応性、ニッケルを入れなければ複雑な化合物になるけど、ニッケルを入れると単一の化合物になるということは、何か繊維金属に秘密があるんだろうということで、いろんな繊維金属を、試して、ついにですね、1953年、シエンガチタンに行き着きました。このシエンガチタンとトリエチルアルミを混ぜた重合触媒ですね、これを使うとエチレンが今まで高温高圧が必要だったのに常圧で重合することができて、安くですねトリエチレンを作ることに成功しましたということです。で、ポリエチレンどんな顔をするか、皆さんもあのスーパーの袋しか頭にないかもしれないけど、こんな感じですね。エチレンっていうのは炭素2分子のユニットでできています。C2H4 の構造です。これがつながっていくわけですね。このジグザグジグザグ鎖のように、これがそうですね。で、まあ、実際こういった緑が炭素、白ちょっと見にくいですけど白のところが水素になりますよ。これはもう水素を省いて書いてますけど、こういった構造です。で、赤の部分がもともとのエチレンユニット、青の部分がそれぞれエチレンユニットですけど、それが黒いボンドでこうそれぞれつながっていくという形で、重合体ができています。で、正方や分子の構造の違いによってポリエチレンっていう中にもたくさんの種類があります。例えばですね、この線がそれぞれこの炭素炭素炭素と思っていただきたいんですけど、たくさん分岐があるもの、それほど分岐がないもの、分岐の鎖が短いもの長いもの、それぞれたくさんの種類があって、で、じゃあどれがいいのということじゃなくてですね、それぞれ用途がありますよ。いっぱいくしゃくしゃになってるやつはある材料に使えるけど、まっすぐ伸びたこういった直鎖のものは硬いものが作れますよとか、ちょっと柔軟性があるものが作れるとか、いろんな用途がありますので、それぞれ作り方によっていろんなポリエチレンの合成が可能になります。これもチグラになった触媒の開発のおかげかと思います。で、次にチグラー先生の研究のすぐ後になった先生がプロピレンの重合触媒を見つけることになります。その時にトリアルキュアルミ、先ほどお示ししましたトリエチルアルミなんですけど、それに混ぜたのは三塩化チタンです。四塩化チタンから三塩化チタンに変えるとエチレンは、プロピレンは重合できなかったんですけど、三塩化チタンにするとできるようになります。で、プロピレンの重合で問題になってくるのはですね、その立体規則性というものなんですけど、プロピレンっていうのはエチレンにメチル炭素が一つ伸びたようなこういった構造がプロピレンです。で、これが二重結合同士つながっていきますと、このメチル基って言いますけど、これが、三次元的にこれは手前に出てるよと。点線で書いたのは後ろ側に出てる、手前後ろ手前後ろっていうふうに、これはいろんな立体のものが作れることになります。それぞれイソタクチックであるとか心情タクチックっていう名前がついてますよと。で、それぞれによってまたその用途も違って、その性質も少しずつ変わってきますよということです。で、その後ですね、チグラーなった触媒が見つかった後、そのレフィン重合触媒ですねの開発が盛んに行われてきました。で、その後ですね、メタロ染色媒とかいうのも出てきましたりとか、そのポストメタロ染色媒なんかいろんな開発が行われてきています。で、今ではですね、チグラナダ触媒によって生産されるポリエチレンはプラスチック素材の中で最大量コリポリプロピレンと合わせると、米国のプラスチック類の年間生産量の約36億トンのおよそ半分を占めていますよということです。で、プラスチックって言いますと樹脂ですね。で、何製かっていうのは結構いろんなものに書いてありまして、PE とか PP とかいうのをもしかしたら見つけることができるかもしれません。それ PE っていうのはポリエチレンって言います。
ですね、 PP っていうのはポリプロピレン、結構身近にたくさんありますので、まあ、それはこの有機金属化学の発展のおかげでそういった重要ポリマーが作れるようになりますよということです。でですね、まあ、その用途としましては、まあ、先ほども言いましたけど、まあ、建材とかですね、にも使われますし、容器もあります。あの子供用のおもちゃとかスポーツ用品、軽いですからね、こういったものにも使われますし、電気器具とか、織物、カーペット、医療用品などもう様々な分野でポリエチレン、ポリプロピレンが使われていますよということです。で、その後ですね、このポリマーはどういうふうに発展していくかといいますと、先ほどは全部単結合でつながっていたポリマーですけど、その間に二重結合がある、これポリアセチレンという化合物ですけど、これには、ね、非常に特殊な性質がございます。ポリアセ1958年にポリアセチレンの合成がチグラナット触媒に用いていることが分かっています。で、1977年、白川先生とアメリカのこちらの先生らがポリアセチレンをヒ素でドープすると高い導電性を発現することを発見しました。これポリマー有機物なんですけど、電気と流すんですね。これはもう大発見でして、それぞれこの二重結合単結合が交互につながっているこの構造が非常に重要でして、そこのこう電子が渡っていくと、今までそのなんていうかプラスチックが電気を流すなんかちょっと考えられなかったんですけど、それが電気を流すプラスチックの開発にも貢献することができました。でもちろん皆さんご存じの通り、白川先生らは2000年にノーベル化学賞を取られています、このポリアセチレンの発見によって。で、今でもですね、例えば、携帯電話 のディスプレイなんかにはこういったポリアセチレンの素材が使われたりしますし、そういったものが軽量軽く取れるようになったのはこの導電性プラスチックの発見によるところが大きいです。でもちろんこれもノーベル賞です、導電性ポリマーの発見と開発ということですね。で、次もうちょっと最近になりまして、2001年、ノーベル化学賞受賞者はこの3名ですね、ノールズ先生、ノヨル先生、シャープレス先生と、この3人の方が受賞されました。それぞれ何で受賞したかちょっと見にくいですね。触媒による不正合成、キャタリティックアシンメトリックシンセスという分野で、ご受賞があります。で、ノーベル賞のルールとしましてですね、受賞は3名までですね。で、その中でも生きてる人、死んだ人はもうダメよと、候補から外れますと。で、昔からこの分野は絶対ノーベル賞を受賞するよねと、言われている分野があったとしてもですね、なかなか受賞できない時っていうのがありまして、それは候補者が非常に多い時というか、っていうのもあるんじゃないかな、これは私の意見ですけど、例えば3人以上6名ぐらいほとんど同じぐらいの成果があってその分野に貢献する人もいて、なんで3名ぐらいに絞られるまで待ってからでしょうとかいうこともあるのかなと思うんですけど、まあよくわからないです。で、この先生方はまあ非常に素晴らしくてですね、不正合成というのを触媒的に行っているということです。で、私この真ん中の野寄先生のと同じ研究室でして、学生の時ですね、まあもちろんオーバーラップはしてないんですけど、野寄先生が卒業された後、まあ、大先輩というか、お話ししたこともないくらい先輩なんですけど、初めてですね、4年生で研究室が配属になって大学に行って、ここが君の机だからって言われて、まあ最初掃除するわけですね、前使ってきたりとか。で、その中で掃除してたら、奥の方から薬品が見つかってきまして、そこに R のよりって書いてあるんですね。のより良い先生の薬品が見つかって、その当時にあまりよく分かってなかったんで、汚い古い薬品だったんで、もうほかそう、処分しようと思ったんですけど、すぐ先生が飛んできまして、それは絶対捨てたあかんと。のより先生の薬品なんで、記念に取ってるんだということで、まあそういった話だった。で、あと、こちらのシャープレス先生と、は私よく知ってましたと、よく知ってましたというか、私学生の時に留学に行ったんですけど、このシャープレス先生の研究室に留学させてもらいました。まあ非常に穏やかで、かつ面白いっていうか大胆な
なんか長嶋茂雄先生みたいな感じの先生でして、まあ、なかなか面白い先生で、で、私がそのアメリカに留学行った時は、まあ、それまでほとんど海外に行ったこともなかって、まあ、初めて行ったような感じだったんですけど、まあ、結構驚くことがたくさんありましてですね、サープレ先生のところで研究させてもらって、時々、まあ、ホームパーティーみたいなのがあってですね、シャープレ先生のお家に呼ばれるんですね。で、今日はどうしようかな、4時ぐらいからうちでパーティーしようっていうふうに言われて、あ、そうか、4時だなと思って、じゃあまあ3時ぐらいにはもう実験切り上げて、そろそろ準備していこうかなと思って、まあ日本人やったら、まあ4時からって言われたら先生のお家ですからね、まあ30分前ぐらいに着くように行こうかなっていう、まあ3時過ぎぐらいに出たらいいかな。でも周り見たらね、一緒に行くはずの学生さんはまだ実験してるんですね。おかしいなと思って、でももう出なあかんなと思います。3時半過ぎてもなと思って、で出かけていくわけなんですね。で3時半になって行ったら、なんかシーンとしてるんですね、先生で。あれと誰も来てへんかなと思って、外で待ってて10分ぐらい待ったんです。3時40分ぐらい待って、でも誰も来へんし、おかしいな、もうあと10分待って、3時50分ぐらいに待って、いやもうおかしい、 でもなんか静かやしと思って、いやもう勇気絞ってピンポン鳴らそう、チャイム鳴らったんですよ。でそしたらシャープレ先生来て、おおって言って、やっぱり日本人は早いなって言われて、どうやらですね、4時からって言われたらみんな4時半とか5時くらいから 来始めるようですね、アメリカの方が。それはなんかその話をアメリカの同僚にしたら、それはですね、ファッショナブリーレイトっていう言葉があると。ファッショナブリーっていうのはおしゃれにレイト遅れるらしいですけど、どういうことかと言いますと、日本人だと、まあ、約束の時間に遅れるというのは非常に悪いことかなと思うんですけど、アメリカの人にとってはですね、そのホストが準備する時間を考慮してですね、少し遅れていくのがマナーというかですね。なんで、まあ、シャープレ先生も3時4時からといって3時50分に来たのは日本人だけだよと言われて、まあ、いい勉強になったなと、まあ、そんな文化があるのか。まあ、ちょっと話を科学に戻しまして、じゃあどういったことで受賞されたかということなんですけど、不正炭素というものです。不正ってこれどういうことかというと、この正の字、これ同じって言うんですか、正小とか言いますね、音楽とか同じメロディーを歌うと正小と言いますけど、同じじゃない炭素なんですね。この分子2つ見ていただきまして、中央の灰色のこの部分が炭素です。そこからそれぞれ別々の反応器、元素が置換しているものを想像してください。そのそれぞれ赤、緑、青、黄色は別々の元素です。この2つ、一見炭素から同じように結合ができてて、同じ化合物に見えるんですが、この2つは違う分子なんです。なんか非常に不思議なんです。この炭素っていうのは三次元的な構造を持ってまして、まあ、立体的な構造ですね。じゃあこの2つ同じように見えるんですけど、じゃあこっちの分子を頭の中で180度回転させてもらって、赤と緑がくっつくようにことをちょっと頭の中でこう合わせてみますか。そうすると青と黄色は合わないんです。この2つの分子は非常に似た性質を持ってるんですけど違う分子なんです。というか、じゃあこの2つを作り分けるっていうのは、まあ、非常に難しいっていうのは容易に想像できると思いますが、この2つの分子を選択的に合成する触媒の反応ですね、見つけられたのが先ほどの先生、シャープレ先生の先生ということになります。でですね、こういったものを光学活性を有する化合物と言います。光学活性と言います。で、同じ炭素からそれぞれ違う反応器が4つ出てますよ、4つ出てますよ。で、このメントールという化合物、ここが光学活性の不正炭素になるんですけど、ここから水酸基がアップに出てる、まあ、これも2つそれぞれ違う化合物ですけど、全く一緒のように見えるけど性質は違うんですね。このアスパラジンに関しましては、右側の化合物舐めると苦い味がします。一方で、あ、そして左側、向かって左側の化合物舐めると苦い味がします。向かって右側、こちらの化合物舐めると甘いやつと、全然違う性質なんですね。で、一方メントールはどうか、
一方はですね、発火、の味がすると、もう一方は、すごい嫌な匂いがする、不快臭ですね。それぞれ同じような化合物なんですけど、全然違った性質があります。メントールっていったらガムとかですね、あとタバコとかに入ってる場合がありますね。あれ入ってるのはこっちだけです。こっち入ってると美味しくなくなるんですね。なんですごく似てるんですけど、それぞれ違った性質があるんですよ。なんでこれを作り分けることは非常に大事ですよ。で、不整合性の歴史についてですけど、その作り分けですね、1867年シクロプロパン化の不整合に成功しましたと。でこれも不整合性に成功したんですけど、完璧な割合なんです。100:0で作れたら嬉しいですね、片方だけ。その時は55:45の割合で作ります。それでも大発見。その当時まで50:50でしか絶対作れなかったものが55:45、どっちかに少し偏っている構成できている。これは非常にブレイクスルーでして、で、その時ですね、香川先生、すごい立体科学で有名な先生ですけど、この先生が1971年ダイオプっていうこういった構造ですね、これを用いて86:14という比率を達成しました。まあ、55:45に比べると飛躍的な分布ですよ。でその後ですね、モールズ先生、これは、ノーベル賞受賞者の先生ですけど、こういった DIPAMP、これを用いると97:3、非常に高い比率で、片方の化合物だけ作ることに成功されました。で、それこの反応を使って作ったのが、パーキンソン病の特効薬であります L ドーパというものですね。でこれを工業的に作りましたということで、ノーベル先生は受賞されています。で、ちょっともう、この辺の詳しい話はちょっと省きますが、まあ、これがドーパミンですね。でドーパミンができてアドレナリン、ちょっともうこの辺は省かせていただきます。もうちょっと細かい話になりますので、でメントロールがあって、バイナムですね、これノエル先生が開発された不正廃止ですね。この化合物、不正廃止を使うと不正化反応がうまくいくよということです。これはちょっとお話ししましょう。この2つの、ね、ですね、ゲラニオールとネロールという化合物がございます。これ何が違うかというと、この二重結合の立体化学が少し違う。こっちは右上に結合が伸びてますけど、ネロールの方は下側に伸びてます。で、この二重結合部分をに水素をポコポコと入れる、これ水素化と言いますが、それを何ちゃう選択的というか、不正片方だけ作るっていうのが、ノエル先生のご研究でして、このルテニウムという菌がですね、この触媒を使って一緒にバイナム、開発されたバイナムっていう不正配置を用いれば、S っていうのは一方の不正ですね、 S と R2 つがありますけど、 S を使えばこっち、R を使えばこっちを選択的に作ることに成功します。もちろんネロールの方から R を使えればこっち、 S を使うとこっちの水素化体をそれぞれ選択的に合成することに成功されています。これがノエル先生のご研究で、最後説明しましたシャープレス先生は何したかというと、ノール先生とか、ノエル先生が不正水素化ですが、シャープレス先生は不正酸化反応に成功されています。オレフィン、二重結合エチレンとかプロピレンとかですね、そういったものの不正酸化を行いますと、ナチュラル選択的にジオールやエポキサイドができてきますと。でその時の秘密がこの辺の不正廃止、こういったものを使うとうまいこと、片方の立体化合物化合物だけ作れますというご研究です。それでですね、この不正反応を用いて作られたものがたくさんありましてですね、抗生物質として有名なですね、カルバペリン、これも不正点を持ってますけど、これも不正
水素化によって作られています。他にもこちらに示しますモルヒネというか、皆さん聞いたことあるかと思うんですけど、こういった化合物も、こんな複雑な化合物を持つ化合物も合成することができます。あとプラスタグランジンですね、こういったこれも薬ですけど、こういったものも作ることができますよということですね。その他にもたくさんの有用な、特にですね、不正点が大事なのはお薬ですね、にいっぱいたくさんですね、そのお薬を簡単に作れるようなというお薬も有機化合物なんで、それが簡単に作れるようになったのはこういった不正反応のおかげかなと思います。で、一つちょっとトピックスじゃないですけど、サリドマイドという化合物を聞いたことある方いらっしゃるかと思います。こちらにその構造を示していますが、サリドマイド、ここに不正点がありまして、それぞれ2つの光学生態が存在しますよと。で、どういった歴史があるかというとですね、1957年に鎮痛剤としてドイツのグルーネンタール社で開発された薬ですよと。鎮痛剤として効果があるということですね。ただですね、それを投与していきますとですね、副作用といいますか、アザラシのような手や足を持った四肢欠損症の子どもの症例、全世界で5800例あります。日本でも309例がございます。これなぜかといいますとですね、この2つの光学活性体があるんですけど、それぞれ、完全に分けて作ることができてなかったんですね。で、一方の光学異性体にはちょっと全然読みませんね、すいません。これなんて書いてあるかというと、鎮静作用のある R 体、一方のやつには薬理があるんですね。これを飲むと鎮痛剤として働くんですが、もう一方の方、構造はほとんど一緒ですよ。こっちには再帰性がある、これは毒性があるんですね。妊婦さんとかが飲むとですね、再帰性というか、子供がちょっと変わった形で生まれてくるとか。で、当時はこういった危険が知られていなかったため、両者の混合物ですね、螺旋体、この2つが混ざった状態で売られていましたよと。で、一方にはもちろん鎮痛作用があるんですけど、もう一方には毒性があるんで、この R 体と S 体を別々にして売らない。ただ当時の技術としてこの R 体と S 体を完全に分離する技術がなかったんですね。じゃあどうするかというと、 R 体だけ、欲しい化合物だけを作れる反応があればいいんですね。なのでさっきの不正反応っていうのは、どちらか一方の化合物だけ構成することができるので、こっちの毒性があるものは作らずに、欲しい鎮痛作用があるこっちのサリドマイドだけ合成することができればいいと。で、それが成功したのがさっきの不正化反応ですよということですね。はい、じゃあ、次の 1,2,3 4つ目ですか、ノーベル化学賞、これが、2005年ですね、オレフィンメタセシス反応という分野で受賞がございました。で、オレフィンメタセシスってもう何言ってるか全くわからないと思うんですけど、オレフィンっていうのは二重結合を持つ化合物、アルケンという化合物です。それがオレフィンですね。メタセシス、っていうのは何か、こっちに書いてあるんですね。メタセシスっていうのは位置を交換するという意味のギリシャ語に由来しています。結合の交代、結合の交換反応という意味です。2種類のオレフィンの間で二重結合同士の結合の組み換えが起こる触媒反応、これをオレフィンメタセシス触媒と言います。ちょっと後ほどちょっと全くわからないと思うので、で、受賞者はこちらの3人ですね、グラウス先生とかシュオク先生、あとチャウビン先生ですね、この3名の先生が受賞されています。で、オレフィンメタセシスとはどういうことかということですけど、この例えば2つの AB という化合物、CD という化合物がございます。で、それぞれ AB の結合間には二重結合が、CD にも二重結合がありますが、これに対して先ほどの触媒、オレフィンメタセシス触媒を作用させますと、AB の結合が切れる、CD の結合が切れて、新たに AC と BD の結合ができますよ。これを見ますとですね、生成物と原料を見ますと、二重結合が交代しているというのが分かりますかね。で、これがオレフィンメタセシス。これがじゃあ何の役に立つかということですけど、
まあ、これが反応表です。ちょっとあの難しいことですけど、こういった金属化学種とオレフィンが出会いまして、メタラシクロタンというこういった4環化合物を通った後、結合の抗体が起こっていく。で、このメカニズムを提唱されたこちらの先生もご受賞されていますということです。で、こんな難しい反応がじゃあどこに効くのかということですけど、もう非常に有効です。例えばですね、二重結合が2つ末端にあるこういった化合物があれば、これは環を巻いて環状のアルケンを作ることができます。あるいは2つの別々のオレフィンがあれば、それぞれエチレンを飛ばしながら、結合を結ぶことができたりとか、まあ、それ以降たくさんの反応が見つかったわけですね。で、特にですね、面白いのはですね、こういった化合物をオレフィンメタセス触媒にさらしますと、二重結合同士が組み替えが起こってポリマーができますね。先ほどお示ししましたポリマーができますし、これにオレフィンメタセス触媒を作用させると、同じようにポリマーリングオープニングメタセスポリメゼーションロンプと言われるような反応も起こりますよということです。で、この化合物、この触媒反応というのはいろんなところに使われていまして、もちろんあのお薬の合成であるとか材料の合成、いろんなところに使われて非常に有効であることが分かっています。で、あまりに有効すぎてですね、例えば難しい分子を作るっていう研究されている先生もいるんです。例えば天然物化学とかね、非常に複雑な合格を作る研究分野の中ではですね、これは反則技と言われたりします。これ使えば何でもこう作れるよねとか。なんでこのオレフィンメタセシスを使わない反応経路とかいうのも開発されてまして、まあそう裏を返すですね、まあ、非常に有効な有機合成のツールですよということですね。当時これ2005年ですね、発見がありまして、2005年は私まだ学生です。その前にさっきのこの1個前のトピックスと不正水素化とか不正反応は2001年に受賞、2001年だったかな、認受賞っていう話だったんですけど、それは当時私が大学に入る直前でして、いつもこの時期に10月の時期にノーベル賞発表されている。その翌4月に大学に入ったんですけど、よく分からずですね、入ったらいきなりその野より先生のノーベル賞の講演があるから、1年生はみんな行きなさいと、講演会場に連れて行かれて、まあ、すごい先生なんだなと。そうするとですね、野より先生の本を1冊ずつ渡されて、これを読みなさいと、まあ、非常に面白い本だったんですけど、そういうのもあります。で、この2005年の時もまだ学生だったんですけど、当時は、何年生だったかな、4年生だったかな、大学4年生で研究室に入った時だったんですね。で、ノーベル化学賞の発表っていうのは毎年ですね、水曜日なんですね。日本時間で水曜日の夕方6時ぐらい、6時半ぐらいかな、なんですけど、それは決まってるんですね、毎日。で、当時水曜日の夜は研究室のセミナー、研究会がありまして、そこで、研究会が終わって、疲れたなと、ご飯食べに行こうかなっていう時に、遠くの方で、あ、そういえばノーベル賞発表やな、今日って話があって、で、逆の方から、お、オレフィンメタセス取ったよって、わーって盛り上がったなっていうのを記憶する。まあ、なんで、まあ、すごく同じ分野の受賞だったので非常に嬉しかったなという印象があります。で、話を戻して、カルベン酸、これがそのオレフィンメタセシス用の触媒になります。金属と有機物の結合ダブルボンドがあるこういったのが、オレフィンメタセシスを触媒するものです。で、それぞれ2種類ありまして、あんまりちょっと詳しいことは申し上げませんが、嗅覚的な触媒と嗅電子的な触媒の2つがございます。それぞれ反応性が異なりますよと。で、まあ、その嗅覚性のものは特に口臭器の繊維菌属が使われていまして、一方で、嗅電性のは全臭器菌属、こっちは、まあ、例えばルテニンとか、が使われています。こっちは、モリブデンとか、そういったものが使われていますよということです。まあ、いろんな種類の触媒がありますということです。で、その触媒もですね、いろんな変遷がありまして、どんどん開発が行われています。これが第一世代の触媒です。で、そこから第二世代酸化レニウムになりまして、
って、最近ではですね第3世代ということで、まあ、こういった機配信に行った主力触媒、この主力先生もあのノーベル賞の受賞者ですけど、こういった触媒も開発されておりますということです。でですね、グラブス先生ですね、その後ルテニウムのこういった触媒が開発されましたと、こういったこの触媒はうちの研究室もありますけど、まあ、その後、まあ、たくさんどんどん活性が上がっていくわけですね。いろんな研究が進みまして、で、まあ、いろんな触媒が開発されて使われていますよということです。でグラブス先生、まあ、非常に背が高い先生ですね。で、最後のトピックですけど、2010年ですね、ノーベル化学賞、今から6年前ですか、5年前ですかに受賞されています。受賞された内容としましては、有機合成におけるパラジウムを触媒とするクロスカップリングということですね。これも、ま、聞いたところで、まあ、何のことかよくわからんなということか、まあ、非常にあの有用でして、カップリングとは説明を読みますと、2種類の異なる有機合物をパラジウムという菌でですね、これを触媒として用い、効率的かつ選択的に炭素炭素結合を構築する反応ですと。でこれが何に役立つかというと、まあ、塩酸環同士をくっつける反応になりますが、そういったものは医薬品とか液晶の薬などさまざまなところで使われています。で受賞者はこちらの3人ですね、リチャード・ヘック先生と根岸英一先生、鈴木明先生。当時2010年は私まだ学生でして、この時も水曜日研究会が終わった後に、学生が「おおノーベル化学賞取ったよ」っていうのを今でも覚えてますね。で、まあ、当時ニュースで根岸先生とか鈴木先生かなり特集されてて、まあ、よく同じ分野の先生があのニュースとかで出て非常に嬉しかったのを覚えてます。でクロスカップリング反応ですけど、炭素炭素結合を構築するものです。で、ですね、一般的に何書いてあるか、炭素の陽イオンに炭素の陰イオンを背負う。陽イオンというのはプラスです。プラスの電荷を持ったもの。陰イオンというのはマイナスの電荷を持ったもの。プラスとマイナスは互いに引き合いますので、プラスとマイナスがガチャッとくっつくと。炭素マイナス、炭素プラスがガチャッとくっつくというのがクロスカップリング反応ですね。それを、金属が触媒してますよということです。一方は有機金属化合物。まあ、これからいろんな例を紹介しますが、炭素と金属結合を持った化合物を使いますし、もう一方は炭素とハロゲンの結合を持ったもの、この2つを組み合わせて使います。で、ベンゼン環同士、これベンゼン環って言って C6H6 で表せるベンゼンという化合物ですけど、この2つをガチャッとくっつける反応、このクロスカップリング反応が見つかるまではなかったですね。で、見つかったのもごく最近でして、例えばですね、その当時、昔の教科書はですね、塩酸環同士をくっつけることはできませんよと書いてあります。あの2つの塩酸環同士をくっつけることはできません。で、そこにですね、まあ、その先ほど お示しますね、根岸先生とか鈴木先生とかが、パラジウム、金属触媒を使うとガチャッとくっつけることができます。これはもう非常にいい素晴らしくてですね、教科書の内容を変えるような出来事ですね。あのまあ、そのすごい発見があって、塩酸環同士をくっつけることができましたよということです。で、これによって何が良かったかということですけど、例えばこの黄色で矢印書いてあるところがクロスカップによって合成したものですね。電卓などの液晶表示に用いられる 5CV ですね、こういったもの、ビアリール効果といいますけど、アリールが2つ、ビアリールですけど、そういったものを作ったりですけど、有機 EL、有機材料ですね、の電子層材料になります PBD という化合物のこの分野、この部分ですね、この部分をくっつけることができます。またあの薬とかですね、薬理活性、生物活性物質です、ね、アンジオンと読みなすんですけど、バルサルタン、こういった化合物のこの部分ですね、をくっつけることもできますよということです。その他にもですね、除草剤、ボスカリド、ここの部分もクロスカップリングで作れます。で、まあ、非常に多種多様なものがこのクロスカップリングによって合成されます。
で、ノーベル賞っていうのは、まあ、研究的にも非常に面白いっていうのはもちろん大前提ですけど、それプラス社会にどれだけ貢献したかというのも大事になってきます。なんで、発見からですね、ノーベル賞の受賞まで時間がかかるというのはそこにあります。もちろん発見されたらすぐノーベル賞受賞になればいいですけど、まあ、その当時、まあ、非常にすごいっていうことが分かってまして、分かってたとしてもですね、社会に役に立たなければノーベル賞の受賞になります。それでもですね、このクロスカップリングなんかっていうのは比較的その発見と受賞が短い方じゃないかなと思いまして、まあ、その発見の後すぐにですね、まあ、社会にたくさんこう、応用されたというか、それでまあそこに受賞になったという形ですね。でこのクロスカップリングっていうのは非常に多くの日本人の先生が研究されている分野で、まあここに書いてあります、まあ、それぞれ金属ですね、使う繊維金属とか、まあ、天然金属によっていろんな分類がありますが、いろんな日本人の先生が活躍されておりますよと思います。で本日いろんな先生方のこういったお写真を使わせていただいてますけど、こちらのケモステーションというサイトから引用させていただいております。でまあこういったクロスカップリングの国際会議なんかも開かれておりまして、いろんな先生がの貢献がありますよということです。で、まず、鈴木先生のご研究ですけど、この AR というのはこのベンゼン環だと思ってます。この2つをくっつけるために鈴木先生は何を使ったかというと、あ、すみません、ホウ素、リーというのはホウ素ですね、これを使いました。で、もうちょっと詳しい反応機構はもう申し上げませんが、まあ、今までベンゼン環同士をくっつけることができませんでしたということだったんですけど、ここに魔法の粉ですね、パラジウムという、触媒を振りかけるとですね、瞬く間にタンタンス結合が構成されてビアリングができるということです。内容をちょっと見ていきますと、このパラジウム触媒というものが、ハロゲンカリウムがこの酸化的孵化して、炭素ハロゲン結合を切断、そのトランスメタレーション、有機金属種のアリールモエティがパラジウムに乗ると、その後シスのアイス、トランスシスのアイスメリゼーションになって還元的脱水という、反応が起こって目的の化合物を与えると、詳しく見るとこういった反応機構で進んでいるということが分かっています。ただですね、まあ、この触媒を入れるとですね、ビアリールができるということですね。であとですね、京都大学の玉尾先生の写真になってますけど、ホウ素でなくてですね、マグネシウムを使えば同じような反応も起こりますよと。これは先ほどお示ししましたグリニアル反応剤ですね。これを使ってもこの赤いベンゼン環と緑のベンゼン環をガチャッとつなげることができます。熊田先生、玉尾先生のご研究ですよと。このお二人の先生方はマグネシウムという金属を使うことで、クロスカップリングに成功しましたと。で、今玉尾先生は理研にいらっしゃいますね。時々ニュースとかでも出てらっしゃるかなと思いますが、で、根岸先生ですね、こちらの方はノーベル賞を取られていますよ。で岡山大学とも結構ゆかりがありまして、ご講演にですね、よく年に1回ぐらい来られていたこともありますね。最近はかなり忙しいということだと、忙しいかと思いますが、根岸先生は、鈴木先生が放送、熊田先生、高尾先生がマグネシウム、根岸先生は亜鉛ですね、それを使ってます。アルミニウムとかそういった反応もございますよと。同じようにですね、この赤い部分と緑の部分をガチャッと、パラジウムを用いることでくっつけることができますよということです。で、鈴木先生、鈴木ミヤムカップリング、こちらは放送を使う、これは先ほどお示しした通りですね。で、このクロスカップリング反応を使うとですね、こんなややこしそうな分子の合成も可能ですね。ちょっと見にくいですけど、これはですね、パリトキシンといって猛毒です。岩砂銀着が作り出す最強レベルの解散、猛毒ですけど、こういったものの複雑な化合物をガチャッとここの部分ですね、黄色の矢印のところ、これをクロスカップリングの反応によってくっつけることができました。まあ、いろんなその材料とか生物活性物質の合成にも応用されています。で、あとは檜山先生ですね、私が学生の時の担当の先生でしたけど、
檜山先生はケイ素を使う、SI ですね、このケイ素の化合物を使うと、パラジウム触媒を使うと赤いベンゼン環と緑のベンゼン環がガチャッとつきますよとです、ね、今はもう京都大学を退職されて中央大学でまだ現役でやられている先生ですね。はい、で、これで、ノーベル賞最近のものをまとめて紹介いたしました。本日何を紹介しましたかといいますと、有機金属化学っては何かということで、過去のノーベル賞を振り返るとですね、有機金属化学は我々の生活にどう結びついているかとか、そういったことをお話し してきました。で、私は、ノーベル賞のメダルを見たことがあります。で、ネリ先生が受賞された時に見せていただいてですね、写真撮らせていただいて、で、首にかけさせていただいて、まあ、かなりミーハーなことやってたんですけど、で、これがそのノーベル賞のメダルですね。よく見るとですね、いいネギシと、ネギシ先生のだよと、僕のじゃありませんよとですね。で、最後にですね、もう気になるのが今年のノーベル賞ですね、2016年。で、先ほども言いますけど、発表はですね、来週です。10月5日の水曜6時45分からですね、発表になりますので、ぜひね、こういったバックグラウンド、今日の科学、ノーベル科学賞の歴史から、まあ、次はどこの分野だろうというのを予想してみるのも楽しかった。で、ですね、まあ、ノーベル賞の、ノーベル科学賞、科学の分野でもですね、まあ、なんかこう、今年はこっち、次は物理、次は有機とか、いろんなこう、順番みたいなのがあるのかなと僕は思ってるんですけど、それで振り返ってみますとですね、有機金属化学ですね、2010年に最後に受賞ですね。で、その前が5年前、2005年。で、その前が2001年、4、5年に1回とかありますね。そうすると今年2016年ですね。期待できそうですよね。なんか、楽しんで仕方ないんですけど、まあ、皆さんもぜひね、そのノーベル賞、来週、なんで、来週、もちろん化学が水曜日で、物理が何曜日でとかあると思うんですけど、6時45分ですね。この時間だったら、まあ、ウェブとかではもう公開になると思いますので、楽しみにしてくださいということですね。で、本日のお話はですね、こっちの山本明夫先生が書いて、有機金属化学とかですね、ウェブマ先生、大島先生、村上先生の化学マスターこと丸善から出されたこちらの有機金属化学の教科書をもとに、お話しさせていただきましたということです。でですね、じゃあ僕ら有機金属化学どんなことをやってるかというのはちょっとピンとこない方もいらっしゃるかなと思うんですけど、写真をちょっとだけお示しします。こんな感じですね。どんなイメージかわからないですけど、まあ、白衣を着てですね、保護メガネをかけてですね、こうフラスコを振ったりとかですね、薬品を混ぜたりとか、よくね、コメディとかバラエティ番組である混ぜたボーンってなって頭がチンチンだとか、そういうことはないんですけど、気をつけてやってますんで、まあ、例えばこういったその薬品ですねを、はかりで測っているところであるとかですね、作った化合物をですね、絡むっていうもので分離するとか、まあ、大にしてですね、2つの化合物までで新しい分子を作るって時は目的のものも取れますけど、それプラスいろんな複製生物もできますので、その分離っていうのも大事ですよと。あとはですね、有機金属化合物っていうのは先ほども言いましたけど、比較的不安定な化学種なんで、じゃあそれをどうやって扱うか、ものによってはもう空気とすぐ反応しちゃうとか、水もダメですよとか、もちろん空気中には水分もありますんで、じゃあそういった化合物をどうやって扱うかっていうとですね、不活性ガスですね、例えば窒素であるとか、アルゴンとか気ガスの分子、そういったものの中で扱うと。これよく見ると管がいっぱいつながってるんですけど、その中で、空気水に接触させないように実験を行ってもしますよということです。あとはですね、もっと不安定なものになりますとですね、大きい箱ですね、これ箱があってそこに手を突っ込むんですけど、この箱の中には不活性ガス、窒素とかアルゴンが入ってまして、その中であれば扱えるとかいうこともありますよと。まあ、毎日こういったようなことをやりながら実験して、次のですね、ノーベル賞が取れるような研究ができればなと思って日々研究しています。
はい、切迫になりますけど、私からはちょっと5分早いですけど、以上になります。それでですね、また午後から2つの講義がございますですね、次が、確か12時半から、12時半から、講義があります。それで、ここは、この部屋は開けっぱなしにしておきますので、こちらで休憩されても結構ですが、部屋を出られる際はですね、貴重品などをお持ちになって行ってください。それでは、その講義はこれで終わりまして、次は12時半からになりますので、またそれまでにこちらをご覧いただければと思います。今日はどうもありがとうございました。